東大卒東本満里乃アナのガリベンジ代。妊娠中の山崎豊の後任に、6月25日から、ミスターサンデーの5代目マックを務める東本満里乃が決定した。入社5年目の東本について、女子アナ事情に詳しいテレビ関係者が語る。2019年に入社し、現在は、目覚ましテレビに出演しているほか、さんまのお笑い向上委員会のアシスタントを務めています。気さくな人柄と美しい容姿に加え、目を引くのはその輝かしい学歴だ。福岡市の名門お嬢様予備校を卒業後、1学期間、東京大学医学部健康科学科で受験勉強をした。大学では、生活習慣や病を予防するために社会構造をどう変えていくかという研究に取り組んでいた。しかし、東京大学在学中は、ファッション誌、ノンノーの専属読者モデルや K-POP ダンスカバーサークルに所属するなど華やかな学生生活を送り、YouTube には少女時代などの曲で踊る動画がアップされている。テレビ関係者は続けて、彼女は目立つんです。とても目立つ存在で、セクシーなダンスをし、ステージの中央にいることが多い。ノンノーのサイトには、読者モデル時代にハワイでヨガを楽しむ姿や、スパの前でバスローブ姿になり、笑顔で汗を流す写真が残っている。あるインタビューでは、初恋はいつですか？という質問に、大学1年と答えている。多くの場合、小学校2年生の時に、などと濁した答えになりがちだが、これはあまりにも正直で現実的な答えである。長所は、声が大きいこと、座った状態から背中を曲げる、長身前屈が得意だという。その中で唯一負けられないのが、1日のベッドにいる時間、だという。本人に他意はないのだろうが、ベッドで、長座前屈の姿勢で大きな音を立てている時間が長いと思うと、本意でなくともドキドキしてしまうのだ。ミスターサンデーでの腕前は未知数ですが、持ち前の機転と色気で宮根誠司を演じ切ってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。いいね。を押してください。シェアと購読をお願いします。本当にありがとうございました。